あなたの心に言うハート。うわー、なんかすごい久しぶり。うわー、ちょっともう一回とこ。あなたの心に言うハート。いやー、今日はですね、なんとなんとなんと、スタッフがイルハートが元気になるプレゼントを用意したって言ってるんですよ。いや、なんかさ、最近ね、まあめっきりね、あの動画の更新頻度も減ってしまいますしね、毎日暑いしね、あのなんかしてあげたいなーって言ってまして、なんだろう、なんでしょう。あの、まだね、イルハートも実は聞いてないんですよ。え、なんだろう。こちらに着替えてください。これはまさか新しい衣装。嘘、初めてじゃない。これは、これはちょっと、とりあえず着てみます、着てみますね。え、ちょっと、まあ、最近さ、引きこもりがちでちょっとだけイルハート何でも似合っちゃうな。よしよし、行くよ。みんな、いい、ちょっと恥ずかしいけど行きます。ふっ、じゃーん。どうみんな見て、どうかな。いや、なんかやっぱりさ、夏と言ったらこれですよね。見て。いや、なんかさ、てっきりさ、このなんか肉みたいとかさ、ふざけた衣装かと思ったんですよ。いや、まさかここに来てさ、こういうまともなのがやってくる、ついにやってきました、イルハートの時代。え、本当はダサい衣装にしたかったね。いいんです、これでいい、これがいいの、わかりますか。次はダサいのにします。やかましい。別に押すなよじゃないから、いいんです。あの、イルハートアイドルなんで、アイドルは可愛くなきゃいけないんですよ、わかりますか。あの、可愛い衣装でいいんです。それがイルハートもイルハートのみんなもハッピー。はい、オッケーです。はい、いや、まあ、はい、まあとにかくね、この新しい衣装着れましたし、なんかこうやってさ、久しぶりにね、動画を出せて、イルハートはとても嬉しいです。水着だせい。いや、まあね、この調子でね、こう、あの、これからは動画の更新頻度とかもね、上げていけたらいいなーなんて思っています。はい、それでは皆さん、暑い日が続いておりますが、頑張って乗り切っていきましょう。そして VVVTube 絶賛好評発売中でございます。もう一回言っておきます。イルハートも出演している VVVTube 大好評発売中でございます。ではまたね、バイバイ。なんか久しぶりですね、この感じ。何ですか、やべえ秘密を一つ教えて。いや、あのですね、イルハートなんだと思ってますか、この清廉潔白純情ピュアの権化みたいなイルハートで、そんなやべえ秘密あるわけないじゃないですか。と、何ですか。あのこれ秘密っていうか、ガチで怒られるやつかもしれないんですけど、ここだけの話にしといてもらえますか。ここだけの話で、くれぐれもコンパイルハート公式なんかにバラしたりしないでほしいんですけど、あのですね、イルハート、時々、コンパイルハートの会社にね、乗り込むことがあるんですよ。基本的には、責任者の弱みをなんか探しに行ってるんですけど、この間はね、コンパイルハート TV の撮影なんかにもね、行ったりしました。でね、その際に、会社ってさ、こう基本的に、備品があるじゃないですか。ペン、ボールペンとかさ、
クリアファイルとかさ、クリップなんだっけ、クリップ挟むやつとかさ、あるじゃないですか、あるじゃないですか、上下とかドリーとかあるじゃないですか、そこのですね、ハサミあるじゃないですか、あれを大昔に借りたままイルハートの部屋に持って帰ってきちゃったんだよね。ダメ、これガチでやばい、ガチで怒られるやつかな、だからイルハートのお部屋に今コンパイルハートさんのハサミがあるんですよ。待って、これガチで、ガチで窃盗とか言って怒られるやつかな、マジでここだけの話にしといてください。これ本当にダメだと思ったら全部ピーに、全部ピーにしといてほしいんですけど。いや、見るたびにね、見るたび、あ、返さなきゃなあ、また忘れちゃったなって思いながら、もうしばらくね、うちの備品になっています。じゃあちょっとここで宣言しますね。今年中に返します。本当にごめんなさい。以上。